はい、今ですね、20個ですね、上げていただきましたですね。はい、今からですね、私が覚えていきます。はい、覚えていきます。はい、その時ですね、覚え方なんですが、普通だったらですね、って感じでですね、覚えて、一番何々、よし覚えたぞみたいな感じでですね、覚えるとは思うんですけど、ちょっと私はですね、実は違いまして、はい、ポンと言われたらですね、はいっていう形でですね、簡単に本当に覚えてるのっていう感じなぐらいな感じで、はい、私は今から記憶していきます。はい、本当かなって思うかもしれないですがですね、はい、一応本当ですで、じゃあですね、せっかくなんで読んでもらいましょうかね。じゃあちょっと立っていただいて、はい、一番何々っていう形で言ってください。そして私がはいと言ったら、はいと言ったらですね、もう私の頭の中に入ったよっていうことで、そしたらですね、次は2番何々っていう形で言ってもらいます。そして私がはいと言ったらですね、はい、3番何々っていう形で、はい、また言っていただきます。はい、よろしいですかね。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、大きな声でじゃあ行きましょう。1番時計。はい。2番鉛筆。はい。3番ブラックサンダー。はい。4番イロハス。はい。5番椅子。はい。6番マウス。はい。7番ホワイトボード。はい。8番携帯電話。はい。9番カーテン。はい。10番鍵。はい。11番電気。はい。12番コカ・コーラ。はい。13番ゴミ箱。はい。14番マスク。はい。15番車。はい。16番ぬいぐるみ。はい。17番夜。はい。18番赤ちゃん。はい。19番本。はい。20番コーヒー。はい、という形でですね、覚えました。はい、今私ですね、覚えました。はい、これですね、今までだったら皆さんですね、にゃーんっていう形でさっきも覚えたと思うんですが、ちょっと覚え方違いましたよね。はい、私はですね、短期記憶と長期記憶ってあるんですが、長期記憶の中に入れております。はい、ですのでポッと出てきます。はいですね、はい、本当だったらどうですか、すごいですか、すごいですか、すごいですか、本当だったらすごいですか。じゃあこれで帰ろうかなすごいと思われてるうちにという形はちょっとまずいですかね。はい、じゃあちょっと行きましょうかね。はい、1番から行っていきましょうかね。1番時計、2番鉛筆、3番ブラックサンダー、4番イロハス、5番、5番椅子、6番、マウス、7番ホワイトボード、8番が、8番、携帯電話、9番カーテン、10番鍵、11番電気、12番、12番コカ・コーラ、13番ゴミ箱、14番マスク、15番車、16番、ぬいぐるみ、17番夜、18番赤ちゃん、19番が本、そして20番がコーヒーという形ですかね。はい、逆からも言えまして、はい、20番がコーヒー、19番が本、18番が赤ちゃん、17番が夜、16番が、ぬいぐるみ、15番が車、14番がマスク、13番がゴミ箱、12番が、コカ・コーラ、11番が電気、10番が鍵、9番が、カーテン、8番が携帯電話、7番がホワイトボード、6番がマウス、5番が椅子、4番が、4番がイロハス、3番がブラックサンダー、そして2番が鉛筆、そして1番が時計っていう形ですかね。はい、
何番って言っていただいてもいいですか、うん、そしたら言いますので、物の名前。11番。はい、11番は電気。はい。色悪いですね。はい、6番は、マウスです。はい、17番、夜。じゃあ一つ言ってみましょうか。はい、7番がホワイトボードっていう形でですね、覚えていきます。これはアクティブブレインセミナーの2日間のセミナーが終わったら皆さんができるようになります。